にちは、先生くん。本当にお話できてる。最初にこのアイテムを渡された時は驚いたわ。けど、この性能なら有効活用できそうね。例えば、緊急連絡。何か事件が起きた時に素早く連絡を取れる。そうすれば妹たちも安心できるでしょ。